下うずら駅は、北海道空地群上砂川町技うずらにあった、北海道旅客鉄道函館本線の駅である。電報略号はシス。上砂川支線の廃線に伴い1994年5月16日に廃駅となった。1976年の下ウズラ駅と、周囲500メートル範囲。左が、砂川方面。国土交通省国土地理院地図。 空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成ディーゼルカー導入に伴い、上砂川町と三井鉱山が設置費の一部を負担することにより開設された。当駅の所在する地名に、下を付する。廃止時点で、単式ホーム一面一線を有する地上駅であった。ホームは、線路の南側に存在した。無人駅となっていたが、有人駅時代の駅舎が残っていた。 駅舎は校内の西側に位置し、線路よりも高台にあり、ホームから階段を上った。ホームには待合室を有した。山に囲まれたひっそりとした集落であった。1997年時点で、すでに痕跡は消えていた。2010年時点でも同様であった。また1997年時点では、駅跡の砂川方に、第一歌し内い川、橋梁領。 上砂川方に第二歌し内川橋梁のプレートガーダー橋が残存していたが2010年時点では第二歌し内川橋梁のみ残存している。ありがとうございます。